スタートしましたちょっとバラッとしたスタートですが最初の障害に向かいますまずはシゲルヘビザシゲル局長が上がっていって最初の障害踏み切ってジャンピプまずは各馬無事比越を終えて内から4番ドリームセーリング5番シゲル局長2頭が並んで前を行きます向こう上面2つの障害へさあ先頭踏み切ってジャンピュ。シゲル局長ドリームセーリング各馬もすべて無事比越を終えて2コーナーから1コーナーに向かいます 先手を取ったのは4番ドリームセーリング1馬身のリード5番茂局長が2番手あとは4馬身相手11番の茂蛇座今差を詰めていって3番手正面スタンド前に入っていきます2馬身差内から2番の名将武士道は4番手それをかわして10番クリス・クリング上がっていって池脇の障害ドリームセーリングフギッてジャンプ綺麗な比越で2馬身のリード2番手に5番の茂局長です水郷障害に向かいますドリームセーリングフギッてジャンプー2番手には5番の茂局長3馬身差11番茂 10番のクリス・クリングルと続いて生き上げと障害を踏み切ってジャンプその後ろから 8番、レッドキングダム、差を詰めて、間に7番、スミムーン、12番、新たユニバース、最内が2番の名勝負指導です。その後には3番の天草ハイヤ、さらには、その後ろにバシン最1番、マーリンシティと、それから6番、スリーマーゴーン、離れた後方2頭は9番、ンワカントリーと、13番、栗のテンペサ並んで3、4コーナー、中間の障害へ、ドリームセービング、踏み切ってジャンプ後続に5馬身から6馬身のリード、各馬も続々と比え最高方まで比つを得ています。 2番手には5番の茂局長3番手が8番のレッドキングダムあとは3馬身10番クリス・クリングル12番の新たなユニバースがじわっと差を詰めてその直後2番の名勝負指導中断ですたすきのコースに入って4番ドリームセーリングフィギッテッジャンプグリーンウォールを越えていきます5番の茂局長体勢を崩しますが立て直しますその差は3馬身です畜産障害ドリームセーリングフィギッテッジャンプきれいな比越で 3馬身リードを保っています5番の茂局長が2番手ですスノーシュは4馬身5馬身と離れて8番のレッドキングダム3番手コーナーをワークで上がりますスノーストメからは10番クリス・クリングルが続いてさらには5番手に2番の名勝負指導を上がって12コーナー中間を追加先頭は4番ドリームセーリング3馬身のリード2番手には5番の茂局長です1馬身差を詰めて8番のレッドキングダム3番手から2番手を伺かがって向こう上面最小障害踏み切ってジャンプ その後は4馬身相手今4番手内から2番の名勝武士道上がります10番クリス・クリングル内から12番改たまユニバースが接近してその後には3番の天草ハイヤー踏み切って、ジャンプ向正面行き明けの障害を各馬越えていきます先頭は4番ドリームセーリング2馬身のリードおっと1頭落馬栗のテンペスタ落馬競争中止です各馬3コーナーのカーブに入ります4番ドリームセーリング2馬身のリード8番のレッドキングダム2番手に上がりましたその後は1馬身三番手に五番の茂局長踏切 ジャンプ3、4コーナー中間の障害。それに迫っていく2番の名勝負指導。今3番手から2番手に接近していきます。あとは3馬身差。その後ろに7番の大隅ムーンで第4コーナーカーブ。3、粘る4番のドリームセービング。2馬ンのリード。それに迫っていく2番の名勝負指導。ダートを横切ります。その差は1馬身。内は8番レッドキングダム。その外に持ち出して。7番の大隅ムーンが上がってきた。最後の。 障害へと向かいます4番ドリームセーリング先頭ですが名勝負指導踏み切ってジャンプ前2頭並んだその直後まで7番の大隅ムーンも接近しているが前2頭の争い4番のドリームセーリング2番の名勝負指導が捉えた3番手は7番の大隅ムーン体勢決しました名勝負指導ゴールインガッツポーズ高田純喜手